はい皆さんこんにちは。講師の森田隆一です。それではですね、ただいまより2024年度、えー、夏からバランスよく不動産鑑定士になる方法をですね開始いたします。どうかよろしくお願いいたします。 はい、えー、それではちょっと画面の方ですね切り替えていきますけども、えー、私はですね、えー、不動産鑑定士試験講座でですね経済学そして会計学を担当しております、えー、森田隆二と言います。 ではあの本日の構成ということでですね30分ぐらいで3つのことをですねお話しさせていただこうと思いますねまず不動産鑑定士は狙い目の資格っていうことですね不動産鑑定士という資格はですねまあうん非常に実は狙い目の資格ではあるのかなとまあ難しい資格なんですけどねだけどまあむしろだからこそっていうところでもあるんですけど狙い目の資格だっていうところをですねまずお話しできたらなと思いますねそして狙い の資格だったらやっぱり狙っていきたいということなんですけども長くかかるの嫌だなってことなんですけどやっぱりポイントがあるんですね短期合格にはポイントがあるとそこをねちょっとお話しさせていただこうと思いますねこれは他の試験でも通用するまあ心構えという感じでしょうかね そして具体的にですね不動産鑑定士の試験制度とそれをその制度下における合格を実現するレックの講座ですねをお話しできたらと思っております。ではあの私経済学の講師をですねやっておりますのでこのミストの視点ということでありまして。 えー、経済学者はですねこういうふうに考えるんですですからねらい目かどうかあということもですねやっぱり需要と供給で考えるんだということなんですけれどもまずですね1つ目ですねこの不動産鑑定士という方々専門家がですね足りてないんですよねつまり供給が少ないということで、まあ、ここが狙い目の点の一つなんですよね。えー、人手不足と 人手不足だったら仕事にすぐありつけるということでですね、まあ、非常にそこが狙い目というところになりますね。で一方でですね仕事も多いんですね。 仕事も非常に増えていると伝統的な仕事もありますしかつ新しい仕事もどんどん増えているということでですね、えー、需要が多いという、ね、供給が少なくて需要が多いつまりこれですね1と2が揃っているつまり、えー、超過需要が発生すると需要が多い、ね、そして供給が少ない。 需要が多くて供給が少ないというのは、ね、供給を需要がものすごく超過してますよという状況になりましてですね,超過,ですねで超過需要が発生してる業界っていうのはねやっぱり非常に魅力的なんですよね。 で不動産鑑定士というのはですねまさにこの超過事業が発生している状況ということですから、まあ、仕事にありつきやすいしそしてまあ報酬も高めだしということでですね要は足りないんですよね不動産鑑定士がね足りないということはやっぱり報酬もですね高めになるでしょうしそしてやっぱりね仕事もつかみやすいとこれはおいしいじゃないですかね、えー、そういう資格でありますよと。えー でまあ、三大国家資格とちょっと対比させていきますとですね、まあ、例えば司法試験ですね、まあ、弁護士さんの数が約4万人ということで、まあ、多いか少ないかちょっと分かりませんけどもあこれぐらいなのかなということですよね。で公認会計試験というのもありますけども、まあ、こちらもですね4万人に近くいるということですね。 で同じく三大国家資格っていうふうに言われてるんですが不動産鑑定試験はですねこの不動産鑑定士の数は約9,000人1万人いないんですよね。本当にに実際活躍されれてていいるる方はもももっっとと少ないっていう,ふうにしかも言われてたりするんですよ、ね、でまあ仕事の質が全然違いますから、ね、専門性も全然違いますんで、まあ、単純比較するのはどうかなっていう意見の方がまあ強いかなっていうふうに思いますけども、まあ、そうは言っても同じプロという土俵で考えるならばやっぱり供給少ないのかなという いうふうに思いますねで供給が少ないってことは希少価値が高い希少性が高いということでですねまあ非常に、うん、その資格を取ると有利ということになろうかと思いますねで、まぁ、あ、高齢化が進んでおりましててですね40%超がですね60歳以上になっちゃっているということでですね若くして取ったらですね非常にですね、うん、有利と多いうことになろうかと思いますね 不動産鑑定士の仕事ということでありまして、あのどんな仕事があるんですか？っていうところを申し上げていきます。と、まず、えー、不動産鑑定評価業務というですね。仕事があるんですね。で、不動産鑑定評価業務というのは何かなってうと、公的評価と民間評価というね。この2つから2つのタイプのお仕事があると。いうことでありますね。 でまあ、不動産鑑定評価というのは何かというと不動産のですね値段をですね決定するという業務なんですね。でどんな立場からですね理論的に値段を求める決定するんですかというとやっぱここなんですね公平中立の立場、ねえー、偏った立場じゃないんですよ誰かに寄った立場じゃないんですよ公平中立な立場からですね理論的にですね 不動産の価格を決定していくということでありましてですね、これが不動産鑑定評価業務なんですね。で、公的な評価と民間評価この2タイプがあるんですよね。で、不動産というのはちなみに土地とか建物なんなどを指しますけども、この不動産鑑定評価業務っていうのはね。 不動産鑑定しかできないんですよですから独占業務なんですよね。独占業務っていうのは弁護士もできない公認会計士もできない他のこのね資料、えー、ではできませんということでありまして希少価値が非常に高いんですよね。そしてやっぱり参入障壁が高いですよね。あのー、まあ後でね試験、えー、制度についてもお話しさせていただきますけれどもうん簡単な試験じゃありません。 簡単な試験じゃないということは合格するのが大変ということで参入するのが合格後になるわけですからね障壁としては高いということなんですけれどもだけどねやっぱりね参入消費が高いところろにむしろチャレンジするべきなんですよ例えばね例えばね、えー、受験した方の9割の人が合格しますみたいな検定試験なんていうのは申し訳ないですけどここだけの話希少価値ないですよ低いですよだってほぼみんな受かっちゃうんだから。ね、だから合格する人が 少ない割合が少ないそういう資格だからこそですね参入障壁が高くてですね美味しい思いできるんですよだから逆に難しいっていう言葉ですねその参入した参入した後はぬくぬくできるっていうことですよねなので、えー、非常に美味しいかなという風うに思いますんでね。 でこれが不動産鑑定評価業務でそれから、まあ、不動産鑑定士っていう資格はです、ね、不動産系の最高峰の資格にありますから不動産に関連したコンサルティングっていうのもです、ね、不動産鑑定士の重要な仕事業務になるわけなんですけども、えー、コンサルティングは、ねえー、弁護士も。 公認会計士も、えー、あるいはあの資格持ってなくてもできますけどもやっぱり不動産系のコンサルティングっていうのはやっぱ不動産鑑定士の先生っていうことになろうかと思いますね。でクライアントの方にですねソリューションを提供するっていうことがまあ、えー、仕事の内容になりますよね。 では不動産関連評価業務まず公的評価の方を申し上げていきますけど、えー、依頼主はですね国とか都道府県になりましてですね仕事の真面なんですけど工事地価とか相続税路線価ですよね、えーまあ、工事地価、まあ、例えば3月にですね発表されますけども、えー、その年の1月1日時点のですね地価をですね公に示していくこれが工事地価というものなんですけどね。 えー、あるいは相続税路線化っていうのは私今ね収録しているのはたまたま7月なんですけど、えー、今日の新聞に、えー、路線化が発表されておりましたけども、えー、路線化もですねやっぱり、うん、その年の1月1日時点のです、ねえー、値段をですね、あのー、発表するということなんですけどね、えー、こういうその依頼主が国都道府県でですねでまあ実際問題その全国の不動産鑑定士が計算してと。 それによって工事地価ないしは相続税路線価がですね計算されるということなんですよね。この仕事はでですすねね景気が悪かったとしてもな、ね、ななくならないんですよ工事地価あるいは相続税路線価っていうのは景気が悪かったとしてもですね、えー、毎年毎年、えー、このね仕事としては存続しますんで、まあ、したがって安定収入が得られるっていうのは非常にですね大きいかなっていうふうに思いますね。 でえっとまあ、それが強みですよね、あるいはまあ公的評価で裁判所の競売の物件なんかもですねやっぱり不動産鑑定評価をする必要があると、でそれからまあ例えば国、都道府県はですねうん用地の取得っていうことをしますから適正な値段っていくらなのかなっていうのを知りたいというそういった要望がありますので不動産鑑定評価をするんだと。 えいうことでまあ、こういうねうん景気が悪かったとしても、えー、国の発注ということですからね毎年安定した需要があるんだここが強みかなというふうに思いますね。 で先ほどちょっとちらっと申し上げたところなんですけども、えー、工事地価ないしは地下工事っていうふうに言ったりしますけど、えー、地下工事法というのがありまして国土交通省、えー、土地鑑定委員会というね委員会がありまして、えー、毎年1月1日時点の2,600の標準値の客観的に妥当な価格正常価格を工事するんだっていう、まあ、そういった制度なんですよね。で実際問題を計算するのは全国の不動産鑑定士の方々と。 だから安定的にですね、まあ、この仕事にありつければですねん報酬を得られるということになりますよね。でこの地下工事何しは工事地下はですね土地を取引すする際の重要なな指標なんですよね。だから実際問題土地を取引する際の値段っていうのは時価になるわけなんですけどもそのん時価を考える際の重要なですね 情報がその工事地価なんですよねその工事地価をですね不動産鑑定士が計算してるんだと例えば一例なんですけどねえ2023年の1月,1月1日時点の地価最高額はですね銀座4丁目の山の楽器銀座本店になりますよね でも17年連続ということでありますけども、まあ、あのコロナ禍でちょっとね下がってしまったんですが昨年に比べて1.5%増と1平米あたりですねで、まあ、2020年ちょうどコロナになった年ですけどもコロナが流行る前の1月1日時点,1 1日時点では5770万円ということで過去最高でしたということですよね。 だからまあこういう計算をするのが不動産鑑定士であるということですよね？不動産鑑定評価業務の2つ目で、今度は民間評価の方ですね。まあ、こちらは依頼主は個人企業になるわけなんですけども。だからこちらは逆に言えばね。景気の動向っていうのが、やっぱりあの影響があろうかと思いますけどね。 で仕事の場面というのは不動産売買だから景気がいい時なんかはね不動産がバンバン売買されたりしますから、まあ、したがってこの景気の影響っていうのを受ける方なのかも分かりませんけどねであるいは担保賃貸、まあ、こういった場面でっていうことですよねであるいは不動産の相続ですよね M&A 合併と買収ということで合併買収する際にですね相手の持ってる不動産ですねいくらなのかなっていうのをですね、まあ、きちんと調べておきたいとその時に不動産鑑定士による不動産鑑定評価っていうのが必要になってくるとでそれから不動産の証券化ですね J リートっていうのがあるじゃないですか J リートであの、えー、J リートなんかがですねあの 不動産鑑鑑定定士のです、ね、鑑定評価書が必要になってくるんですよね、えー、不動産投資信託というふうに言いますけれどもなのでまあその J リートがすごくもう、えー、普及してきておりますから今や日銀もですね J リートを買ってるぐらいですから従、まあ、って J リートっていうのは非常にこう、えー、普及してきておりますけど、えー、その J リートにはその不動産鑑定士のですね鑑定評価書っていうのが必要になってくるということで、えー、仕事の場面もどん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 増えてるんですよっていうことですね。 だから需要が多いといととうことですねで。それからコンサルティング業務ですねで先ほど申し上げましたけどコンサルティング業務の方はですね、うん、鑑定士じゃなくたったとしてもできるはできるんですけどもやっぱり不動産関連のですね、コンサルティングだったらやっぱり不動産鑑定士に行くんじゃないのということで仕事が集まりやすいですよね。では、えっと、その次で。 ごめんなさいねなんか画面の映りが移動の,の速度が遅いんですけども「まる千葉不動産をどのように、えー、活用したらいいんですか?」という提案これはやっぱり鑑定士の仕事かなとあるいはマンションの建て替えの際のコンサルティング、ねえー、市街地再開発事業等にかかる不動産の権利調整ね。 不動産に関する権利調整ってもう錯綜してますからね、まあ、そこを調整するのはやっぱり不動産のプロであるですね専門家不動産看病士になるのかなということですよね。それから CRE 戦略、まあ、企業所有不動産のですね有効活用の提案ですねこういうふうに活用した方がいいんじゃないですかっていうね提案それからプロ,マプロパティマネジメント 不動産管理業務等々ですね、まあ、こういうコンサルティングの業務があるんじゃないですかということで、まあ、需要が非常にに多いといととうことになりますよねで戦略のですね一つの具体例なんですけども、まあ、例えばキリンホールディングスっていう三菱系の企業があるじゃないですか、まあ、17社ということで、まあ、キリンビールキリンビバレッジメルシャンえ小祝い乳業いろいろありますけどもえ中野に結集したんですよね。 でやっぱ結集するメリットっていうのは何かなっていうと、まあ、新しいビルだったらですね防災これきちんととどんどんってますし、まあ、いろんな意味での安全性が高まってるとやっぱり日本というのは地震大国ですからね、まあ、そういった意味では安全への,その興味関心ニーズっていうのは非常に高まっておりますからやっぱりこう、まあ、中野に結集するっていうねグループ各社がですね結集するっていうのは、えー、とても大切なことなのかなと。 い、えー、に思いますねで結集するとですね何がいいのかなっていうとやっぱりこの効率化業務の効率化ですよねでそれからコミュニケーションの円滑化これが図れるんじゃないですかねやっぱばらついてますとですねコミュニケーションがなかなか取れずと、ね、最近だったらズームとかいろんなコミュニケーションの手段がありますけどやっぱり対面。 えー、というねとても対面というのは非常,非常に重要な機会を提供してくれますよねですから、あのー、このですね結集するということは、まあ、効率化コミュニケーションの円滑化につながるんじゃないですかとそれからあの結集することによって重複するコストなんかも減るでしょうということでですね、まあ、こういうですね不動産のコンサルティングなんかにもですね 不動産鑑定士はですね関わっていけるということでですねこれが一例というふうになりますねでは、えっと、柱になるのはねやっぱり不動産鑑定評価業務だと思うんですけどもフローといたしましてはですねまず依頼の受付ですね依頼を受け付けますよとここから仕事が始まりますで現地調査資料収集等ということですねだからこの現地に行くっていうだからここも 不動産鑑定士の一つのです、ね、特徴なのかもわからないですよねあのフィールドワークというふうに言ってもいいかと思いますけども、まあ、デスクワークだけじゃないと現地にも行くということで,です、ね、ずっと席に座って仕事してるの嫌なんだよねという方もいらっしゃるじゃないですか、まあ、そういう方にとってはうってつけの仕事なのかなというふうに思いますね。現場に行くと で、まあ、現場に行って調査し資料収集してですね鑑定評価書を作成交付するとこんな流れになりますね。で合格後の道なんですけども、まあ、一国一条の主になるという独立開業ですねこれも当然あります。で先ほど申しし上げましたよううに公的評価っていうのは、まあ、例えば地下工事とか、 相続税路線化だとか毎年ですね,こうね、えー、必ず実施されますんでしたがってその仕事に一度ありついたならばです、ね、毎年一定の安定した収入が得られるであろうとできちんと仕事をしてればです、ね、そ,ういったそういった公的な仕事にもです、ね、うんありつけるということを、まあ、合格者の方とかからは私聞いておりますんで、まあ、きちんとやってればそういう仕事は取れるんだと、えー、いうことだ,だと。 まあそこは安心していいいたただきたいかなと思いますけどねでそれからコンサルティングですね独立をするとですねでここでやっぱり差別化っていうふうにそこがポイントなのかなっていうふうに思うんですけどうんやっぱり最近多いのは弁護士なんだけど今弁護士やってるんだけどちょっともう一つ武器が欲しいだから鑑定士、えー、取りたいっていう方とかね、まあ、公認会計士の方もいらっしゃいますけど。 だから結構鑑定士にちょっとなりたいっていう方は公務員、え公認会計士とかね、うん、弁護士とかちょっと増えてる感じが最近ちょっとするかなというふうに思いますね。それはやっぱり差別化なんですよね。 で共同経営っていうのもありますよだから、うん、弁護士あの鑑定士取った後また弁護士の勉強するの大変ですから、ねえー、じゃあ弁護士と一緒に共同経営しましょうかと、まあ、これでもいいと思いますけどね、まあ、独立開業という道もですね一国一条の主ということで素晴らしいかもしれませんし、えー、一方でですね企業内鑑定士っていうねそういったあの、えー、道もあろうかと。 不動産鑑定事務所ですね鑑定評価をやるですね事務所がありますけれどもそういったところで、えー、自分の腕を磨く、ね、あるいは信託銀行ですね、まあ、信託銀行ではですね不動産信託っていう風に言ってですね、まあえー、不動産を信じてあのお客さんから託してもらってですね、えー、不動産をいろいろ、ね、管理したりだとか。 あ運用したりだとかするわけなんですけどもやっぱりその時にですね鑑定士の知識が必要になったりだとかですね鑑定部門も信託銀行にはあったりだとかっていうことで信託、まあ、銀行で働くっていうですね選択肢もあろうかと思いますし。 あるいは、まぁ、あ、まあ、る、のー、以外にもです、ね、不動産とかあの関係している、まちづくりと関係している企業っていっぱいあるんですよね。えー、例えば、不動産会社、建設会社、鉄道会社、観光庁、金融機関、すべてやっぱりまちづくりに関係しておりますから、やっぱり不動産鑑定士のです、ね、スキル、えー、知識、思考、えー、これを求めているということでね、まあ、こういったところで働くというです、ね、道もあろうかと思いますね。 ではあの短期合格するための学習法ですね、これはまあ他の試験,試験集でも言えることかなというふうに思いますけども、私は、ね、やっぱりね、これだと思うんですよね、バランスよく勉強する、ね、あの不動産鑑定士って、あとでちょっと述べますけど、科目が結構あるんですよね、えー、論文担当と論文というふうにありますけど、合計で科目あ、ごめんなさい、合計で5科目あるんですよね、なので、あの結構な量じゃないですか。 まあしたがってですね、えー、バランスよく勉強していくっていうのがポイントになってくるのかなというふうに思いますね。えー、得意科目を伸ばすよりもですすね、うん、苦手科目をなくすと、ね、でどうしてかというとこれなんですよね。 え、難しいもん。難しすぎる問題ができる。出てくる可能性があるんですよね。あの、そんなの受験生は解けませんよ。っていう問題をね。であの出されちゃったりするんですよね。あの基本的にですね。 まあ、不動産鑑定士ないしは司法試験、公認会計試験。まあ、多くのですね、出題者の先生っていうのは。大学の先生なんですよね。で、大学の先生ってことは、普段。あの、学生を相手にしてるわけですよ。だから、学生のレベルはよくわかってるわけですね。だから、学生はこれはできる、できない。っていうのは、大体わかってるわけですよ。だけど、あの。その、不動産鑑定士の受験生がですね、どのレベルの。 問題を解ける、解けないというのは、よく分かってないんですよね。だから、例えば、出題者一年目の時っていうのは、よく分かってない状況で出すんですよ。もちろん、過去問はありますよ。もちろん、過去問はありますから。あ、去年、一昨年、こういう問題が出てんだな。あ、こんな難しい問題出てんだ。あ、じゃあ、これぐらいできるかなみたいな感じで、ポンと出しちゃって。で、失敗するっていう、難しいの出しすぎちゃうってことは、往々にしてあるんですよ。逆に、簡単すぎる問題を出しちゃって。みんなが、あの、答案が、もう、あの、いっぱい、こう、あの。 点数高い答案がいっぱい出てきちゃったからじゃあ次の年ちょっと難しくしようと思ったら難しくしすぎちゃってっていうそういうふうになりかねないんですよね。だから要は何が,難しい何が言いたいのかっていうとあの大学の先生は学生の力はよく分かってますけど受験生の学力というのはよく分かってませんからちょうどいい球をですね うん投げの失敗するってことは人間だからあるわけなんですよねなので難しい問題が出される場合も往々にしてあるんですよ往々にしてあるんだったらそんな問題が出されたら手も足も出ませんよだから極端な話ねうん今年初受験ですとまだ全然勉強が進んでませんっていう人と今年本気受験ですっていう人が難しい問題だったらどっちも激鎮っていう風うなことになりかねないんですよねなので何が言いたかったのかっていうと えー、難しすぎる問題があるからあバランスよく勉強しておきましょうねとね得意科目をを作っっててととかそういうういのやめましょうねねことです、ね、で例えば経済学であれば2018年に経済成長で内政的成長理論というですねノーベル経済学賞を取ったらですねポール・ローマーという方がいらっしゃるんですけどポール・ローマーがノーベル賞となったのは2018年の秋。 ね、で2018年の夏にですねポール・ローマンのノーベル賞の理論が、えー、出題されましたんでこの年は結構、うん、激鎮の年だったですよねつまり何が言いたいのかつうと経済学得意だったとしてもこれ稼げないんですよ難しい問題だからだから経済学が得意で経済学で得点稼ごうっていうふうに思ってた方はなかなか厳しかった年なんですよねだから、うん、バランスよく勉強しましょうとねある科目で稼ぐ 得点稼ぐその考えは捨てた方がいいですよ、ね、だからねこれがね100年に1度ぐらいになんか難しい問題が出ますよっていうんだったらまだいいんですよ。ね、100年に1度かアハハみたいな感じかもしれませんけど、ね、結構な頻度でですね難しい問題が出たりするんですよね。なので、えー、バランスよく勉強してくださいねと。 会計学でもね例えば2013年に事業分離っていうのが出たんですけども公認会計士の先生だったら当然もちろん熟知しなければいけませんけど不動産鑑定士の受験生には結構厳しかったったていう問題な,んですよ、ね、なので、えっと、難しい問題が出る場合があるんでバランスよくいきましょう。 これがまあ、うん、多くの試験に通ずるところかと思いますね。で、やっぱり予備校を使うっていうのが必要だとは思うんですよね。やっぱり予備校というのがですね、うん、お金を払ってですね、時間を買う一つの道具だと私は思うんですよね。で、まあ私はやっぱり予備校講師としても長く、まあ、普段は大学の教員なんですけども、あの予備校講師としても一方でやっててですね、えー、予備校講師も長いと。 ですから出題者の先生の文献を読んでこういう問題が問われるだろうなっていうのを予想立ててですね教材に織り込んでいってるわけなんですよだからやっぱりこれをですね例えば受験生の方がですねご自身でやるのは非常に大変ですよいろんな項目ありますからね。なのでやっぱりまあ金払ってプロに任せるっていうのが一番ねあの合格には 近道なのかなっていうことで、まあ、レックに来てくださいっていうふうに言いたい気持ちもあるんですけど、まあ、別にレックじゃなくてもいいんですけども呼び声に行った方が合格というのを考えると、まあ、結局安いのかなっていうふうに思いますね。じゃあちょっと見ていきますけど。でその際の際ポイントですね あのまあ、レックは YouTube で,ですね収録の講義をあの流してますんでそれチェックしてください、ね、私は森田隆二って言いますけど、ね、お前嫌だな嫌なやつだなっていうふうに思ったんだったら他校、ねえー、さんに行くのがいあのい嫌なやつの講義を聞くのは非常に苦痛ですからだからまずはこの、ね、講義をチェックしていただいて、ね、私の講義ね他の先生も講義やってますからチェックしていただいて合う合わないってありますからあこいつ嫌だなっていうのはもう 1>, いや1回で嫌だったらもうやめた方がいいですよ。ね、なので、えー、その肌が合う,あの合うかどうかそれをチェックしていただければと思いますね。でそれからあの講義と同様にやっぱ教材ですよね、えー、テキスト、えー、これがちゃんと使えるのかどうかこれもチェックしていただきたいですよね。まあ、あの校舎行けばあのチェックで,きますんで,で分かりにくければやっぱ合わないかなっていうことですよね。 で的中の有無これも大切ですね、あのー。公開模擬試験だなんだって我々ですねその狙ってますんで,で当ててますんで、えー、本当に当たってるのかなどうかなっていうのをチェックパンフレット等で,ですね、確認していただければと思いますね。やっぱりこの当当たたるか当たらないかっていうのは大違いなんですよね。で結構ん不動産鑑定試験はですね試験対策これ大切になりますね試験員の色が結構出ます特に経済。 特に経済学は試験員の方の色が出るんでやっぱり試験員対策っていうのは大切になりますから当たってるのかどうかこれをね確認していただくといいのかなと思いますね。ではえっとですねここからはですねちょっとパンフレットをですね使っていきますねこれ2024年のですね最新版のパンフレットなんですけども、えー、合格者をね 増やしておりますということで昨年2022はですね39名の合格者が出ましたねそしてま最年少は1名、えー、あの最年少合格者1名排出しておりますと。 ということですねで適中情報ということで民法経済会計家庭理論これ論文式試験の適中情報も載ってますんで本当に当たってんのかなどうかなっていうのをですね確認していただきたいですね。で試験についてざっとですね申し上げていきますと担当式試験と論文式試験がありましてで担当式試験はですね担当科目って2科目なんですね。 えー、科目はっていうと,、えー、と鑑定理論とですねそれから行政法規というねこの2つですねでこれが5月の中旬に行われましてですねで、えー、それを受けてその年の夏ですね8月の第1日曜日を含むということで3日間、ね、担当は1日で終わるんです日曜日ね、えー、論文式試験は3日間1日2科目。 ね、教養科目民法経済会計そして鑑定理論ですね,、えー計,えー、6ね計6コマ計六コマ3日間、ねえー、頑張るとおいう話ですねで担当論文合格しましたら実務収集ということで1年コース2年コースありますよとでえっと担当式試験に合格したらですね、えー、論文を3回まで受けられますよと、ね、3回までまあだから、えー、3年間ね、えー 担当を受かった年を含めて3年間、えー、論文を受けることが可能ですよと。でこれもねあの申し上げておきますとあのまたこの辺ちょっと後でパンフレットねウェブでも見られると思うんで見ていただきたいんですけどもあの論文式試験でですね合格者が増えてきてるんですよねですから以前はですね100人切っちゃってる時あったんですよそんな時はですねなかなか合格するの大変だったんですけどもあの最近増えてきてますんで。 増えてきてますんで普通の勉強をしていればね合格できるというそういった国家試験になってきてますんで是非ともチャレンジね興味があればしてい,い,いただきたいなと思いますねで先ほど申し上げましたように担当は官定理論行政法規そして論文は官定理論そして教養科目で民法経済会計という風になります。 で、えっと、宅検をですね、お持ちだっていう方もこれを聞かれている方の中では多いかと思いますけども宅検持っている方はですねぜひ不動産鑑定士へステップアップしていただきたいなというふうに思ってんですねでどうしてかというと60%のの宅建の知識で、えー、ごめんなさい、えー、約60%が宅検の知識で得点できるっていうことなんですよね、えー、担当式試験はね。 ななのでで、えー、来ちゃっっててくださいってことなんですよね、まあ、例えば、宅検であれば権利関係、宅検業法、法令上の制限その他ということなんですけども民法、行政法規、鑑定理論でそれが使えるということでありますから宅検をお持ちの方はぜひですね、えー、来ていただきたいなと思いますね。で、あの不動産鑑定士はですね、冒頭でも申し上げましたけど、 大変な資格です。難しい資格です。で、どうして難しいのかっていうと、やっぱりいろんな科目があります。で、全て体系を持ってます。そしてバラバラです。例えば司法試験であれば憲法っていうのを頂点にですね。法律っていうのでまあ、束なってると思うんですよね。 会計,あの会計士ででもそうですよ会計っていうので束なってると思うんですけどもあの不動産鑑定士は鑑定理論があって行政法規があって民法があって会計があって経済学があって全然体系が違う学問がワンパックになってるからやっぱりこうねなかなかそれは大変だなっていうふうに思いますねで学習時間やっぱり大変ですからあ2500時間ぐらい大体必要かなと、えーまあ、よっぽどね例えばね司法試験合格してますと。 だから民法楽勝ですとかそういう方だったらもっと早いあるいは科目免除を使いますからあの司法試験合格者だったら民法科目免除とかねだからそういう科目免除を使ってっていうこととかあるいは科目免除を使わずに自分だったら受かるからっていうので受けていただいてもいいんですけど、えー、他の方より、うん、先に勉強してるからそれは勉強時間が少なく、えー、そね済むかもしれませんけどやっぱりそういうアドバンテージがない限りですね、まあ、2500はちょっと見ていただきたいかなと。 だから逆に2500絶対無理っていう方はもうあのこの道はあの来ない方がいいと思います。やっぱりそれぐらい時間はかかりますよね。なので2500ちょっと無理っていう方はあのちょっとそれはあのもうやめた方がいいかと他の道を探した方がいいかとあのー、思います。あのへんへん下手にこう突っ込んじゃうとお金もかかってしまいますね。なので2500をあの1年間じゃなくても別に構いませんから3年計画でもいいですからちゃんと当てられるかどうかと。 そこがまずとてもポイントにななってくるのかなと思いますねでねで、えー、もう,うあの短期で受かりたいともう2500、自分は学生ですとかね、時間あるっていう方は、この担当論文フルコース、ねで、あんまり時間ありませんっていう方はです、ね、担当を合格目指すんだけど、一部論文やりますと、ね、全然時間ありません、だけど合格したいです、自分は鑑定士になりたいです、そういう方は担当合格コースという、ねえー、ことですね。 ですかねで担当合格したら担当だけ合格した後に今度論文やりますって言ったら論文合格コース、ね。今まで勉強やったことあるんですっていう方はこのね学習経験者のコースを選んでいただくといいのかなというふうに思いますね。えー、ま,あまず担当だけと論文だけという方いろいろいらっしゃるかなというふうに思うんですけどもあのえー まあ大体このね6月から12月までが、まあ、あの基礎期と言われることに言われてそして12月から4月がですね完成期と言われるそういった期間なんですけどもまああんまりねそういう,こう予備校のそういった意味ではうーん そのえー、枠はあん,まりかんあ,のあんまりそれほどこだわらなくてですね、まあ、着実にこの2,500の時間をですねちゃんと積み上げていくということがとても大切かと思いますねでバランスよく勉強はバランスよくやると、ね、で教材を絞ると、ね、だから例えば経済学であればねうん本屋さん行って本いっぱい買ってきてとねいろいろ読み漁ってそれはなかなかあの短期合格できません教材は絞ると、ね、絞り込むと。 そこがとてても大切になりまして予備校の教材というのはもう詰め込んでますから美味しいところをギュッと詰め込んでおらますからパッ,パッキングしてますからねそれ使っていただいた方があの短期合格というねだからやっぱりね短期合格してほしいですよねやっぱり実務家になってまた学ぶことっていうのは受験からも学ぶことはいっぱいあると思うんです。 受験からもいっぱい学ぶことはあるんですけどやっぱり実務家になっていろいろ実務の世界で学ぶことっていうのもとても多くあると思うのでやっぱり2,500時間の勉強時間は確保してほしいもののですね早く受かってほしいっていうのがやっぱり予備校講師としてはね思いますんで是非、えー、やる気あるんだっていう方はですね ね、で私のその話だけじゃなくてね他にも、うん、会計の先生も民法の先生も鑑定理論の先生もいますんで、えっと、YouTube に動画が上がってますから、ね、それぞれの先生の講義見ていただいてあ分かりにくいなってんだったら他校さん言ってください分かりにくい講義聞いてなかなか合格しないです、ね、分かりやすいなっていうふうに思ったら、ね、ぜひうちに来ていただきたいなというふうに思いますねはい、えー、それはですね えー、なかなかとお話しさせていただきましたけど、えー、ガイダンスということでありましてですね、えー、私森田隆二の方でお話しさせていただきましたどうも皆さんご清聴ありがとうございます。それれででは頑張ってくださいお疲れ様でした